香港上海銀行マニラ支店が発行した送金小切手、日本円建て送金小切手は小切手の一種で金銭を遠隔地の受取人に送付したいものが現金に変えて受取人へ送付するための小切手である。東大お貯金の契約者が自らの小切手上で振り出す小切手とは異なり、振り出し人は小切手法の適用される銀行等となる。 送金人が銀行等に支払い場所となる銀行等の本支店一定を指定し、送金額と手数料を払い込んで発行される。送金人はこれを自ら受取人に送付し、受取人はこれを支払い場所に提示して、現金を受け取ることができる。このような送金小切手の送付による内国送金を並送金といい、郵政サービスにおける郵便が合わせと類似の制度である。 予貯金口座を持たない受取人へ送金するための制度であるが、口座、銀行等争股間の電信送金のシステムが充実した日本においては、受取人が予貯金口座を持っている場合、一般に口座振込の方がより簡便である。一方、送金小切手による送金は、小切手を通信文や文書帳表類と同封して送付できる点で便利な制度である。 事業者が受領した送金小切手は、送金が焦手型、預金小切手等と同様、貸借対象表においては、現金として扱われる。ありがとうございます。